どうも、ジャミカンコレーションのメーカーでございます。ということで、今日はですね、ただいま4月の1日月曜日でございます。今日ね、朝、昼か昼ぐらいに、ね、テレビで皆さん見てたと思いますよ。新元号発表ね、これが令和ですよ、皆さん。どう思いますか、皆さん。僕は別に何でもいいと思ってましたが、令和ね、令和。まあ、僕が最初見たのは、その発表のね、テレビを見ようと思ってたんですけど、ね、睡眠の欲求に勝てなくて、で、お昼の3時ぐらいに起きて、ね、パッとね、スマホを開いて、なんだったかな、最初ね、見たのね、確かインスタをなんか軽っぽって開いて、誰かのなんかね、ツイートじゃないけど、その、なんか出してたやつで、令和っていう漢字が見えたんですよ。でまだ読みはね、令和ってわかんないじゃないですか。訓読みの可能性もあるし、音読みか分かんないけど、で、うわ最悪、こんな感じでファーストインパクトをこのインスタでパッとなんか軽く開いた時に見ちゃったと思ったんですけど、それも嫌だなと思ったんで、見た瞬間すぐ消して、そのやっぱ最初は何かテレビとかちゃんとした媒体で見たかったんで、テレビをねつけるわけですよ。でテレビつけたら、そのね、夕方ぐらいのニュースを、昼のニュースがまあやっていて、そこでちょうど始まったんですよね、そのテレビが。でバンって出た時に、まあこんにちはと、で新元号令和ってことで、令和かってことですね、令和ってなったんですけど、正直に言うとめちゃくちゃ好きですね。どこが好きかっていうと、まあ、なんかの何、まあ、これは本当に自分のイメージの問題なんですけど、令和ってなんかかっこよい、かっこよくないですか、令和って。なんかね、なんて言うんだろう、明治とか大正とか昭和とか、なんかね、昭和の和がねまた入ってるみたいなことも、ね、言ってると思うんですけど、令っていう字ね、なんかめちゃくちゃスマートでシャープな感じがして、すごいクールでね、そんなイメージがありますね。令和、平成の時も、僕は平成生まれですから、その平成、昭和から平成になった時に昭和の方たちがどう思ったか知らないですけど、平成もね、意外と昭和から平成ってね、すごい変な感じがしたと思うんですよ。ただ僕がその平成から次は令和だよっていう時に言われた時に、別にそんなね変なイメージはないですね。令和にかっこいい元号だなっていうイメージしか最初はないですね。だから依頼とかも全然ないし、むしろ好きっていう感じですね。皆さんは令和についてどう思われるでしょうか。ぜひよければコメント欄しかり何かで教えてください。僕はね、令和すごくいい元号だなと思います。なので5月1日から、ね、新元号に変更になるわけですけれども、その5月1日からね、この世に降臨なさるお子様方はね、非常に、なんて言うんでしょうね、羨ましいと言いますか、まあ別に僕も平成は気に入ってるんですけど、ね、すごくいいと思います。いい元号だと思いますんで、この令和の時代にね、また何か皆さん成し遂げてみてはいかがでしょうかという動画でした。ぜひ皆さん令和についてコメント、意見を聞かせてください。ということで、新元号令和についてでしたね。ありがとうございました。また令和でお会いいたしましょう。さようなら。